ユールビクションはどうだ。北部の征服者ハルフダン・ラグナルソンから頼りが届いてる。狼傷のエイボルと直接会いたいそうよ。ハルフダン市長か。その名は何度も耳にしてきた。すでに知り合いのような気分だ。彼は今北部の丘陵地帯でピクト人との戦に明け暮れてる。あなたの助言か斧の腕前が欲しいのよ。青木があるなら野営地に来てほしいと言ってたわ。場所も分かってる。すぐに行こう。気をつけてねエイボル。ユールビクシャーは戦のただ中。敵はローマの壁の北側に住む誇り高きピクト人よ。戦いの後だ。激しい戦いだったようだな。丘の上へ向かったようだな。おい、誰だ？全員無事か？視聴者に手を貸してやれ。みんないるか？誰一人見捨てるな。お前かエイボル。ガラスの友よ。懐かしい顔に出会えたものだ。ファラビッド、ヨルビックのユールタイドの宴であったな。ユールタイドの虐殺、忘れもしない。それで何をしに来た？ハルフダン市長に呼ばれてきた。どこにいる？ここにいたが、ピクト人に攻められてはぐれてしまった。来るぞ、丘の方からだ。ピクト人か、歓迎されないだろうな。ここにいようが殺してやる。とにかく我らは勝つ。
ためにに救われたな、トモよ。またしてもハルフダン・ラグナルソン、あんたと戦場で会えるとはついてる。お前は誰だ？バラビットの新しい配下か？カラスの戦士団のエイボルだ。エイボルか。マーシアでは我が兄弟アイバーとウマ、イーストアングリアではフィニルと共に王を据えた。聞いた話ではもっと大きいかと思っていたぞ。どんな奴だってあんたには負けるさ。俺の呼びかけに応じてきたのだね。だが見ての通り時期が悪い。今は大勢が戦いで力を使い果たし疲れ切っている。ファラビット、死者を弔う用意をさせろ。直ちに我が師匠。話は後だ。ではドネカストレに戻り、勝利の宴だ。ラグナル・ロズブロークの長男だというが、彼をどう思う？そんなことより、彼は配下からどう思われてる？高潔か？誠実か？信頼できるのか？それがお前の目的か。ハルフダンの信頼を得て、配下に加わりたいと。居場所ならもうある。ここへはイングランドの新たな諸侯と友好関係を結びたくて来た。ではお前も諸侯の一人というわけか。欲しいのは友だ、主人じゃなくな。ノーサンブリアの主はただ一人だ。彼はドネカストレにいる。代わり石の城だ。ローマの巨人どもはでかい城を作ったものだ。ハルフダン市長の謁見の間はどこだ？ですが今はハルフダンが先です。修道女か？あの妙な服は着てないんだな。修道女ではないわ。私はウィケのモイラ、ハルフダンの薬草師よ。ハルフダンは病を患っている。助けを必要としてるの。戦う姿を見たが健康そのものだったぞ。それは私の薬が効いてるからよ。もういいかしら？春が来たら連中を叩く、それが計画だ。だが私の民が苦しんでいるのだ。お前の民？俺の知らぬ間に新しい国でも作ったか？私たちの民が冬の略奪にさらされているのだ。とにかくこの戦を終わらせねばならない。攻撃の開始は俺が指示を出した時だ。
ハルフダンの戦鎚がこの国を守る。そう俺の民に伝えるがいい。リシエ王、仰せのままに我が君。お前は何者だ。近くに寄れ。ハルフダン・ラグナルソン、助力の要請に応じてきた。貢ぎ物に感謝するぞ、狼傷のエイボル。お前の勇猛さは聞き及んでいる。ヨルビックの英雄か。詩人がそう歌っているぞ。ただの英雄じゃない。リシエ王に代わり町の秩序を取り戻した。盗賊や反逆者どもを蹴散らしたそうだな。確かに指揮は取ったが、皆のおかげだ。エイボルの取り戻した銀はピクト人との戦いに役立ってる。奴らとの戦いは無意味だ。もっと良い使い道があるだろう。戦場で下した決断は振り返らないことにしてる。同感だな。いちいち考え直していては勝利が遠のくだけだ。ピクトとの戦いをお前に任せてよかった。たとえ勝利がエイボルのおかげでもな。ええ、俺とエイボルで敵を下し、最後にあなたが死体をついて勝利の栄光を手にしたというわけだ。我が友よ、オーディンの槍のごとく鋭い皮肉だ。ぐさりときたぞ。あなたの土がなければ死んでいた。偉大なる主張にこれを、今日の勝利で得た品だ。美しい品だな。フランクのものか。お前はどう思う、エイブル。見事な細工だ。王が使うにふさわしい。王を据える者にもふさわしかろう。知恵の回るやつだな、ファラミット。俺は前線に戻らねば。長く寒い道のりになりそうだ。思い上がった二枚舌の野心家め。市長、あんたに呼ばれた件だが。ここではなしだ。今は踊り、歌い、酒を飲むがいい。後でこの石の塔のてっぺんへ来い。そこでお前に友情と裏切りの話を聞かせよう。大昔からある話だ。リシエオ。ああ、エイボル、お前の基地を恋しく思っていたところだ。いつでもお声掛けを。できれば今知恵を借りられないか。北のピクト人にどう対処するかとても困っている。力には力を。それしかない。この宴がデーン人の言う戦の準備なのか。存分に戦い勝利し、そして明日もまた戦う。宴はそのためにあるとも言えるな。叩き切ったり引き裂いたりはお前たちに任せよう。楽しむがいい、軍師よ。義務を求めはしない。犬ならば首長になろうなどとは思わない。俺は狼だ。いや、狼の王なのだ。ああ、エイボル、こっちだ。良いものを見せてやる。このすべて、このすべてを征服した。俺とあいつで、共に。あんたは多くの戦いに勝ち、大きな名声を得た。だが一人でではない。豪遊のビオル、恐れ知らずのウバ、骨なしアイバ、蛇の目シグルズ、誰もが強かった。我が兄弟たち。金はいい。戦はなおいい。だがとはなるは栄光、英雄の館に。
武勇の馬の背に。我らは共に征服した。我が友と我が戦士団と何よりもファラビットと共に。一振りの剣では軍にならんぞ、エイボル。英雄にも忠実なる友がいる。俺はそれを決して忘れたことはない。決して。そこにもう一人加えてみる気はないか。お前にとって友情とは何だ。言葉では語れない厳かな絆であり、決して切れない鎖だ。呪い師のようなことを言う。だが確かに一種の魔法だ。遠回しはよせ、ハルフダン。何に悩んでる。友情は腐るものでもある。肉のようにな。あいつはこの後に及んで俺に噛みつこうとしている。ファラビットか。善良で誠実に見えたぞ。見かけはな。輝く冬空も暖かく見えるだろう。だが噂が飛び交っている。謀反を企む卑しい者たち。彼だという証拠はあるのか。いや、まだない。そこでお前の出番というわけだよ。裏切りの証拠を見つけろ。ファラビットの企みを暴くのだ。同盟の話はその後でするとしよう。どこから始めればいい。手がかりはないのか。わかるか。海の一角獣のものだ。出された酒をこれで清めている。聞いたことがある。世界の果ての果てで氷の下を泳いでると。そしてその角には解毒の力がある。ファラビッドがあんたに毒を持ってるっていうのか。その疑いがある。今のところうまくいってはいないがな。信じ難くはあるだろうが、俺はあいつを知っている。笑みを浮かべ、ワインを浮かべ、妬み、企んでいる。真実を探れ。暴くのだ。奴の裏切りを。で、なぜ私にやらせる。お前はオーダンとその手下どもの企みを防いだ。同じことをすればいいだけだ。名声ってのは諸刃の剣だな。手を貸そう。ファラビットはすでにここを出て川上の野営地に向かっている。奴の軍勢に加わる。そうすれば探りを入れるのはたやすかろう。何もなければどうする。本当に善良で誠実なら。ならばなおのことよい。いいだろう、友よ。可能な限り探り、成果を持ち帰ろう。ファラビットに騙されるぞ。奴は何か隠している。寒くて泥まみれ、ここだな。人ヌンガガプに身投げでもしちまえってんだ。俺は犬じゃねえぞ。その割には犬みたいに吠えてるな。ああ、みんなそうだろ。ハルフダンに残飯を恵んでもらうためにさ。ファラビッド。おお、我が友エイボル。ドネカストレでのもてなしはどうだった。こいつを友なんて呼ぶなよ、ファラビッド。ハルフダンに命じられて死肉を漁りに来たカラスだ。確かに話はしたが、それがどうした。これは俺たちの戦い、俺たちの獲物だ。カラスはとっとと巣に帰りやがれ。ナイフをよこせ、ファラビッド。この子犬にはしつけが必要だ。フルフル行け。
小物ほどよく吠える。それで春普段はどうだった？目的は果たせたのか？ピクト人との戦いであんたに手を貸せば、春普段は同盟を考えるそうだ。どう動けばいい、ファラビット？ピクト人はあの修道院を襲って金銀を根こそぎ奪った。サクソン人ってのは納屋より教会を作って修道士の群れを囲うんだ。ああ、修道院は我々以外にとっても格好の標的だ。ピクト人どもは北へ向かった。財宝もいいが、勝利こそが真の宝だ。どう攻める？連中の腹を切り裂くだけだ。準備はできてる。連中を叩き潰すとしよう。ハルフダンがお前を北によこしたのはこんな小競り合いのためじゃないだろう。何をしに来た、エイボル？ハルフダンはあんたの忠誠心を疑ってる。何か企みがあるはずだとな。俺を疑ってるだと？これまでハルフダンのために戦い、殺し、血を流してきた。その俺を疑うのか？正直、あんたを疑う理由はないように見える。だがハルフダンは慎重なんだろう。慎重ね。昔から疑り深かったが、今や骨まで猜疑心に蝕まれてる。武器を取れ、野郎ども！ピクト人を蹴散らすぞ！奇襲に気をつけろ。ドネカストルに残ってりゃね。ピクトじゃなく先にありつけたのに。見張り仕事に何の栄光がある？さあ行け！この先にピクト人がいる。お前が占領してくれ。感謝します、トール。無事通過できてよかった。この洞窟は抜け道だ。ピクト人が山越えに使ってる。よし、お前は洞窟で連中を追い立てろ。我々は回り込んで一網打尽にする。
家でたらふく食ってたいぜ。壁の反対側をうろうろしてるんじゃなくてさ。分かった分かった、もうすぐ合流して。間違いない、壁の向こうでな。ピクト人はこの冬どこかの勢力から支援を受けてるようだ。ピクトはステンウェイヤと言ってた。そこが拠点だ。来たか。そこに部隊長がいるかもしれない。デンダ、逃げろ。止めるんだ。ステンウェイヤに行かせるな。クソ、見つかった。立ち後ろ、急げ。早く元に見つかった。ブルフル、ブルフル、ブルフルの獲物だ。壁の南にいる。いやな、ステンウェイヤで刀を襲って次の計画がいる。ビクトが冬に来ることは少ない。警戒されてるな、気をつけよう。蜂の巣にはついたが、敵は部隊長だけじゃないな。ずいぶん大掛かりだ。ビクトは冬に戦を仕掛けてくる気なのか。ハルフダンはそう思ってないが、ビクトはその隙を突く気かもな。確かめてみるか。ピクト人はなぜ冬に戦争を起こすんだ。理由があるに違いない。何か意味が。見つかれば攻撃される。ピクトの蝶を借り出そう。Thank you.
あれが部隊長か。始末しよう。死者の仲間入りしに来た。巨人の壁を越えてくるとはいい度胸だ。冬に戦を仕掛ける気か。おい、なぜ邪魔をした。目的なら果たした。それはフランクのワインか。何ドルかもらうぜ。そこの銀もだ。フルフル、それはハルフダンの分だ。エイボル、戦利品の分配に間に合ったな。酒は好きに持っていけ。ピクトはマグニスにいる。この地図でわかるだろう。ああ、狼傷はそいつが読めるのか。俺はその手の邪悪な魔法には関わりたくないね。ピクトのことは後回しだ。まずは戦利品を分けよう。お前たちが勝ち取ったものだ。戦ったのは俺たちだからな。全部俺たちのもんだ。サクソンの城でぬくぬくしてやがる。ハルフダンにやるものはねえ。その樽を開けて味を確かめよう。あんたも飲むだろ。悪いな友よ。これはハルフダンのものだ。わかった。それはハルフダンの取り分だ。ハルフダンなんてくさくれ。カラスだって欲しがってんだ。開けようぜファラビット。もういい。ならこの臭いワインで乾杯だ。酸味はあるが悪くない。エールの方がうまいがな。それとスパイス入りの蜂蜜酒だが、モイラの薬草酒はごめんだ。薬だというが、一体何が入ってるか分かったものじゃない。モイラか。あの宴で会ったな。北から来た薬草酒だ。ハルフダンの玉座の陰でいつもこそこそ動き回ってる。あの玉座はでかいからな。あんたもその周りでコソコソしてるんじゃないか。なるほど。ハルフダンが俺を疑ってるから、お前もそうだというわけか。戦場で肩を並べた程度では信じられないか。真偽はともかく、あんたらの間に不和の種があるのは確かだ。私は同盟を確実なものにしたい。では行動で示そう。俺はこの戦を終わらせる。冬が来る前にだ。マグニスは強固な砦だが、南から仕掛け素早く叩けば連中の隙をつけるだろう。ハルフダンが許すならどこへでも行こう。時と場所を聞かせてくれ。ハルフダンは冬に仕掛ける気はないだろう。危険だと考えてる。だが俺なら雪が降り始める前にこの戦に勝てる。計画を話しても拒まれるだけだが、もし俺とお前とで成功させられれば、彼は大いに褒めたたえるだろう。わかった。シフの剣にかけて、ハルフダンには秘密にしよう。よし、これで勝利は我らのものだ。一旦ドネカストレに戻る。戦いには必ず参加しよう。このゴブレットを首長に渡してくれ。これに目がないんだ。取り分は後で届ける。準備ができたら、ヨルビックの近くのウォルズと呼ばれる地に来てくれ。勝利のためにハルフダンの若者を縮んでる奴の一物みたいな。
ゆっくりです、ハルフダン。その方がよく聞きます。すべてお飲みを。ああ、わかった、モイラ。もういい。モイラのおかげで少しは頭がすっきりする。いつから彼女の薬を飲んでるんだ？そんなことより早く報告を聞かせろ。北では何があった？ピクト人を蹴散らし戦利品を手に入れた。ファラビッドからこれをあんたにと。俺をバカにしているのか。ファラビットは俺に毒のワインを送った。その上ゴブレットだと。どこまであざける気だ。ワインといえばフランクの黒ワインも手に入れた。後で届けると。樽を開けてみんなで味見したが毒など入ってなかったぞ。正直に話せ、エイボル。あいつは何か企んでいるのか。秘密を隠していないか。何でもいい、聞かせろ。裏切りと狂気、どちらかを選ばねばならん。蛇に噛まれるか、狼に食われるか。ファラビッドは沈黙を求め、ハルフダンは真実を欲している。気をつけなければ嘘に嘘を積み重ねることになりかねない。急に静かになったな、狼傷。ファラビッドとは何度か戦場を共にしたが、誠実な男だった。違うぞ、あの男はずる賢い。お前も騙されている。もっと探りを入れるのだ。奴はどこだ。今何をしている。ウォルズという場所で会うことになってる。よし、奴の元へ行け。その目と耳で探り、嘘を暴くのだ。頼むぞ。毒を恐れるのなら全てを疑ってみるべきだ。その薬もな。ありえん。モイラは長年俺に仕えている。魔女ではないぞ。あれは心根の良い、探りたければ好きにしろ。モイラはドネカストレにいる。ここからそう遠くない。もし何か分かったらドネカストレの北に来い。石膏から気になる知らせがあったのでな。おい、フェヨント、神殿まで散歩に行くぞ。モイラはいないな。ワイクからの手紙だ。モイラはそこに向かった。何の騒ぎだ。下がってろ、デンジ。ここに住んでる奴は魔女だ。俺たちが燃やしてやる。魔女？彼女はハルフダンの治癒士だ。それが証だろう。邪悪な魔法だ。全員ここから消えろ。出ないと叩きのめすぞ。ないわね。お願い、逃げるのに手を貸して。モイラ、ここを出るぞ。このままだと連中に家を燃やされる。無理よ。今出ていけば彼らに捕まって火炙りにされる。なら方法は二つだ。どちらも危険だがな。
何でもいい。でも急いで。私の命はあなたに預ける。叫び声を上げて死んだふりをしろ。そうすれば堂々と担いで出られる。ああ、主よ、お助けください。わかったわ。何でもする。さて、始めるか。連中は言った？ああ、よかった。もう大丈夫だ。ありがとう、エイボル。なんてお礼を言っていいか。薬を飲んでみせろと言ったらどうする？もちろん構わないわ。実際時々そうしてる。苦すぎないか、ハルフダンに渡す前に確認するの。ハルフダンの病は治せないと言ったが、つまり精神の問題なのか。おそらく。私の母も同じ病にかかった。時とともに体が弱り、心がバラバラになっていく。恐ろしい出来事だったわ。一つ聞かせてくれ。ハルフダンに飲ませてる薬、あれには何が入ってる？え？いろいろ入ってるけど、そうね。ラベンダー、ローズマリー、メドースイートにヤロー。心を落ち着かせる薬草よ。どれもありふれてるわ。私はハルフダンの元に戻る。ブリガンティア神殿にいると言ってた。彼の前でこの病の話をするなら十分気をつけて。おい、誰だ。ハルフダン、こんなところにいたのか。ええ、カラスの宿り木が戻ったか。声を立てるな。この沼に隠れた裏切り者を追っている。それは誰のよこした情報だ。俺の石膏からだ。ここで落ち合うはずだったが、姿がない。辺りを探れ。何かあれば報告しろ。エイボル、上に登ってくれ。そこで見張っていたのかもしれん。オラフ、どこにいる。答えろ。何が見える？ひどいな。早く下ろしてやろう。石膏を見つけた。誰かにやられたな。オラフ、哀れだ。名誉をもって弔おう。必ずな。橋を渡れ、古き友よ。俺もいずれそちら側に行く。レオントンが犯人を探せるかもしれん。よし、行け。やったやつに心当たりがあるのか？
俺の戦利品を狙う盗人どもだ。人の気配がない。あとはここで途切れているが、誰もいない。秘密の入り口だ。この下に隠れてるのか。これが破裂して水没したのか。ローマの知恵も冬の女神のいてつく口づけにはかなわない。見ろ、管は壁の向こうに続いてる。まださらに部屋があるのか。待ってくれ、今道を探す。大きな部屋に見事な装飾、それにこの管。ローマ人は優れた建築家だ。だが彼らの神々ともども消え去った。モイラの本にそう書かれていたな。ああ、ほら見ろ、俺の戦利品だぞ。盗まれたものだ。ああ敵に囲まれているのだ、エイボル。陰謀を企む者たちによって。そうでない王や市長がいるか。あんたの土地は豊かで広大だ。日々俺の決断によって何千もの民の人生が変わる。その重荷を背負える者は少ないが、俺にはできる。モイラと話したら何が分かった。彼女に害意はなかった。自ら毒を盛ることはないだろう。家族があんたと同じ病を患ってたとも言ってた。その進行は遅いが、治す方法はないと。違う。そうじゃない。これは病ではない、毒なのだ。誰かがどうにかして毒を持っている。ち、何か。俺の宝を盗んだ泥棒たちに違いない。おそらくこれは罠だ。
狼傷に春札よく来た。こっちだ。飲んでくれ。お前たちはこの宝を盗んだ。俺のものだと知りながら俺の取り分をだ。何も盗んじゃいない。ファラビットからもらったんだ。戦った報酬だ。俺の石膏のオラフも殺したのか。お前たちの戦友をこの宝のために殺したというのか。あれはオラフだったのか。くそ、盗賊だと思ったんだ。ここで俺の酒を勝手に飲み、俺の宝を勝手に漁っている輩こそが盗賊だ。卑怯者に裏切り者だ。これは俺たちの分け前だ、師匠。戦い血を流したことへの。エイボル、言ってやれ。分け前を得るのは当然だ。お前たちは裏切り者のクズだが、エイボルが情けをかけたがっている。今回だけは見逃してやろう。俺の宝をドネカストレに戻せ。それで今日のことは忘れてやる。それはできない。俺たちの分け前だ。俺たちは宝のために戦い、殺し、血を流した。栄光が手に入らなくても分け前だけは。これで静かになった。奴らが悪いのだ。疑心暗鬼に駆られるな。心を蝕まれる。ファラビットがこやつを殺したのだ。奴の嘘と企みが俺にこうさせた。奴が違うか。そうだ、ウォルズでな。そこならヨルビックとピチェリンガを結ぶ道の途中だ。奴を探れ、エイボル。どこまでもだ。手を抜くな。そして奴の謀反の証拠を持ち帰れ。泥棒め、ふざけるな。奴らに何がわかる。そうか、ファラビットのやつがそそのかしたな。